皆さんお元気ですか美穂ですだいぶ時間が経ってしまってるんですけど前回の、えーと「ラダック語の数字1から50」まではご覧いただけたでしょうか今日は51から100まで一緒に練習しましょう。 このシリー私はラダック語の先生ではなくただの一学習者なので動画の内容に誤りがある可能性も大いにありますもしラダック語が堪能な方で誤りを発見された場合はぜひコメント欄でお知らせください次のシリーズ動画で訂正させていただきます同じ学習者としてこのシリーズを見てくださっている方は訂正のお知らせの可能性があるので他の動画もぜひご確認ください This is not a language class, but where I just output and share whatever I learned in order not to forget. So there might be some mistakes in the video. If you are Ladaki or know Ladaki very well and found any mistakes, please let me know in the comment below. I announce their collection in the next video. If you are also a learner, please watch other videos as well to check collection. Thank you, Julie. 51から 60です. Mazu, yonde Ngapchu, ヌガプチュウガプジーガプチュウガンガヌガプチュウガルクヌガプチュウガプドゥンヌガプチュウガプギャットヌガプチュウガルクトクチュウ50を表すヌガプチュウ真ん中に入る単語50の代は「ガです5を表す「ガと同じなので覚えやすいですね 55がんがんがとかかわいいですよね。123が K、478が P、569がそのままのルールはここでも変わりません。あら、なんだったかなという人は概要欄にリンクを貼るので、ぜひ前回の動画をもう一度見てみてください。では、ネイティブの手本をどうぞ。<laughs> 続いて61から70です。まず読みます。トゥクチューラクシクトゥクチューラクニストゥクチューラクスムトゥクチューラプジートゥクチューランガ トゥクチューラルク、トゥクチューラプドゥン、トゥクチューラプギャット、トゥクチューラルグ、ドゥンチュー。六十を表すトゥクチュー、そして真ん中に入る単語はラです。六十はラと覚えましょう。ラの変化はいつもの通りです。説明少なすぎますか？

ドンチュドンギャトドンチュドングギャチュお気づきでしょうかいつもの123はけとかの変化がなくって1から9まで全部ドンオンリーなんですでそれに伴ってなのか分かんないんですけど1の位の数字の1がしくからちく がルグからグに変わっています変わっていますというか一番最初にやった1から10の数字の読み方1桁で読む時の読み方に戻ったという感じですね簡単になったのかややこしくなったのか分かりませんが70の台は気をつけましょう では、ネイティブのお手本をどうぞと言いたいところなのですが、70から100まではちょっと動画が撮れなかったので省略します。すみません。100の後に一つスペシャル動画をつけていますので、そちらをお楽しみに。81から90です。まず読んでみます。ギャッチューギャクシク。ギャッチューギ,ギ,ュー,ギ,ギ,ュー,ギー。

もともと8がギャットなのでこれも50の題と同じで覚えやすいですねそして今までの123が K478 が P のルールがまた戻ってきていますいよいよ最後91から100ですまず読みますグプチューゴクシクグプチューゴクニスグプチューゴクスム、グプチューゴプジー グプチューゴンガ、グプチューゴルク、グプチューゴプドゥン、グプチューゴプギャット、グプチューゴルグ、ギャ。90はラダック語でグプチュー。続く真ん中に入る単語はゴです。123478のルールもいつもの通りです。そして最後100はギャと言います。 お疲れ様でしたそれでは最後スペシャル動画なのですが私のメメレギ義理のおじいちゃんですねメメレが1から100までを超高速で数えてくれました高速すぎて字幕もつけられないくらいなんですがこんなに早く言えたらいいなというお手本としてぜひ聞いてみてくださいどうぞ。

というわけで、2回に分けてラダク語の数字をご紹介しました。いかがだったでしょうか私はヒンディー語も勉強しているんですけど、数字に関してはヒンディー語の方がもうずっとややこしくって、ラダク語はとってもシンプルだなと思います。 実際、ラダックの、まあ、例の人とかだと。お店の人は大体英語で数字を理解するので。じゃ、英語でいいじゃんって思っちゃうかもしれないんですけど。やっぱりラダック語で。数字を言うと。お店の人も喜んでくれるし。一歩近づくツールになるので。学んで損はないんじゃないかなと思います。今後、また数字以外にもラダック語。 をの私の学習状況を更新できたらいいかなと思っています。ではまた次のビデオでお会いしましょう。じゃれー。